腹筋やプランクを行ってもなかなかお腹が引き締まらないんです。そういった方におすすめなコブラツイストというのを紹介していきます。今回のエクササイズのポイントとしては、腹横筋がしっかり鍛えられるのでウエストのくびれが作りやすい、食後などにお腹が出にくい、そういったメリットがあります。たったの4回です。一緒に頑張ってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹をへっこますのにとっておきな簡単で効果的なコブラツイストというのを紹介します。スマートフォンを見ながら簡単にできますので、ぜひやってみてください。そしてメジャー持ってるよっていうね、意識高い方はですね、ウエストをメジャーで測ってみてください。おへその少し上あたりを測ってみてもらって、コブラツイストを始めてですね、どれぐらい経過して、どれぐらいお腹がへこんだっていうのをね、よかったらコメントなどで教えてください。それでは紹介していきます。はい、まずスマートフォンは顔の前に置いてください。そしたら足を閉じて手を脇の下につきます。このまま体を持ち上げます。そしたらしっかり後ろを向いて息を10秒間吐き続けます。片側2回お腹をどんどん引っ込めながらしっかり後ろを向いて息吐き続けてください。これをやっていきましょう。それでは行きます。スタート。息しっかり吐いて1、2、お腹どんどんへこませて4、5、6、7、お腹どんどん持ち上げて9、10、はい、吸ったらまた行きましょう。スタート。吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 反対も一緒です。しっかり息吐いていきましょう。スタート。1、2、3、4、お腹どんどん持ち上げて6、7、8、9、10。せーの、はい、1、2、息どんどん吐いて4、5、6、7、8、9、10。 OK、 どうですか、お腹をしっかり持ち上げる意識ができてきましたか。次は応用編をやっていきます。同じように2回ずつです。上半身は一緒です。このまま足を横に持ってきてしっかり後ろを向いて腹横筋を使います。これで10秒2回いきましょう。スタート。2、3、しっかりお腹がね、引っ張られてますか。6、7、8、9、10。せーの、1、お腹どんどん引っ込めて3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 さあ反対もいきましょう。足横持ってしっかり後ろ向いてお腹を持ち上げながらいきましょう。スタート。1、2、息どんどん吐いて4、5、お腹持ち上げてますか。7、8、9、10。せーの、OK、 お疲れ様でした。今のたった4回通常バージョンと応用編をしましたけども、実はこの2種目やっただけでも1センチぐらいね、お腹吸ってすぐ引っ込むんです。お腹をへこませる意識っていうのはやはり腹横筋が緊張しているかどうかに関係してくるんで、お腹が引っ込んでる方もお腹の力をボーンと出すとね、もちろん出ます。ですがお腹を引っ込めとくことが辛くないからお腹が引っ込んでるわけで、実はみんなね、お腹って今より出てるんですね。ただこの引っ込める力、腹横筋があるかないかによって通常の寝てる以外の時間でお腹が引っ込めれてるかどうかっていうのが決まってきます。なので今回しっかりね、腹横筋を使って、腹筋だとやはりお腹の腹直筋に力が意識いきやすいんで、お腹ってね、へこましにくいです。特に腹筋ない方は腹直筋に意識がいっちゃうんで、息止めてしまったりとか息がちゃんと吐けれてなかったりするんで、今回のまず腹横筋だけを使うコブラツイスト続けてやってみて、メジャーで毎日測ってもらってですね、ビフォーアフターよかったらコメントで教えてください。ビフォーアフター教えてくれた方にはね、特別ダイエット情報なんかも配布しますんで、ご協力ください。頑張ってみた方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンク見てもらってですね、インスタグラムなんか最近毎日アップしてます。こういったエクササイズの動画を分かりやすく短編で配信してるんで、時間ない方にはぴったりなんです。
白かったらフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。